はい、こんにちは、こんばんは、コシです。というわけで本日はですね、毎度おなじみ、もう後ろの景色でわかると思うんですけど、千葉鑑定団松戸店さんからお送りしております。で、本日なんですけども、チーカーの新景品が今週も出ましてね、まあすでに風景に映ってるんですけど、マジカルチーカービッグぬいぐるみっていうやつと、あとちょっとね磁石がついてて、まあいろんなとこにくっつけられますよっていうチーカーのピタレストぬいぐるみが出てるので、今回そちらをゲットしに行こうかなっていうところです。まあもうゲットしてるんですけど、はい。でですよ、今回のこのマジカルチーカーぬいぐるみっていうのが非常に面白いというか、垂れ耳のうさぎとかスポーツ狩りのハチワレちゃんとかを出してるパレードさんっていうところが今回リリースしたものになるんですけど、このね魔法少女の衣装のやつって、僕の認識があってれば、まあ、チーカーマーケット、いわゆる市販品でしか売ってなかったイメージだったんですよね。それがついにプライズにも出るっていうことで、画像が出た当初から結構ざわついてたんですけどね。ちょっとこれ裏話なんですけど、その最初に出た画像があまりにも可愛くなくて、なんだこれってなってたんですけど、訂正画像が後からリリースされてめっちゃ欲しいっていう感じで、今すでにやっぱり並んでるゲーセンとかめちゃめちゃあったみたいですね。まあ確かに減りは早いなって思いました。というわけで今回も千葉鑑定団松戸店さんで撮ってきたと思うじゃないですか。違うんですよ、はい、明かりついてるんですけど、千葉鑑定団さん閉店してますすいません、ちょっと間に合わなかったですね。千葉鑑定団松戸店さんでも撮れたらなーって思ったんですけど、ちょっと僕がこの道中、松戸店さん来る手前のゲームセンター何店舗かで、まあ、沼ったり始まったりっていうのを繰り返した結果、12時閉店なんですけど間に合いませんでしたここでオープニング撮るなよって話なんですけど、オープニングはここなんですけど、車を使ってちょっと千葉だったりですね、ゲームセンターでチーカーの新景品、どんな設定でどんな攻略ができるのかちょっと調査してみたので、ぜひね最後まで楽しんでみたらありがたいです。では行ってみましょう。Please leave your message after the beep.